はい、井戸枕です。本日はなんとこちらロンドン市区方に今到着しました。ブリティッシュエアに乗ってイタリアはミラノに飛びます。初のミラノ。そして今ね、朝めっちゃ早くて、まあ、早いって言っても8時なんですが、早速なんですが今からセキュリティチェックを抜けて、ゲートの方に向かいたいと思います。レッツゴー。無事にセキュリティチェック抜けてきました。今回はね、オンラインチェックインをしてたのでカウンターには寄らず、荷物もこれだけ、直接改札的なのを抜けてゲートの方に来ました。まだゲートじゃないけど、今回乗るのはブリティッシュエアなので、アプリがモバイル搭乗券になります。でやっぱりね、いつもおすすめしてますが、ロンドンシティ空港最高。まず何がいいかって、一つはその名の通りシティ空港なので市内にあるんですね。で市内からまあ自分家からだと30分で来れるし、まあ、市内中心部にいればまあ同じく30分ぐらいで空港まで来れると思います。続いて規模が小さいので空いてる。今日は金曜日の朝なんですが、若干そのね、ビジネス系の方たちのお客さんはいるけれども、その空港自体のキャッパが小さいから最大増えすぎるってことがない。例えば、まあ、LCC 専用のところだったり、郊外の広い空港だとめちゃくちゃ混むんだよね。でもそれがないっていうのが良い。3つ目かな、なんかわかんないけど空港の係の人の対応がめちゃくちゃいい。運営をどこに任せてるのかは知らないけど、他の空港の係の人って結構なんかぶっきらぼうだったり、ちょっとドライな感じがある時がまあ少なからず多いのね。多分ワーストはヒースローで、次がルートンとか、まあその辺はまあほぼ同じだけど、でもロンドンシティ空港は良いです。最初にね、セキュリティのところでこうせかされたり、なんか必ずこれプラスチックバッグに入れろとかグダグダまあ言われますが、その言い方とかがちょっと丁寧、すごいめちゃくちゃ良いです。なのでもしロンドン訪れる方、ロンドンシティ空港を利用してみてはいかがでしょうか。ちなみに今回はブリティッシュエアに乗ってロンドンシティ空港からミラノのリナーテ空港。リナーテ空港もシティ空港みたいな感じで市内結構近いところにあるみたいです。実は今回初めてミラノに行きます。でミラノは一回行こうとして行けなかった思い出があるんですけど、それはこの後動画撮っていく中どっかで話します。でミラノが初ってだけじゃなくて、なんとブリティッシュエアもね、今回なんだかんだ人生初かもしれない。いや乗ったかな、過去の動画どっかあったら教えてください。多分ね、人生初乗ると思います。そして、今朝の8時40分なんですが、めちゃくちゃ眠いです。めちゃくちゃ眠いし、声も全然出てません。っていうのも普段4時とか5時に寝るんですよ、最近はね。で昼に起きるみたいな生活をしているんですが、まあ、そんな生活をしていると朝のフライトはめっちゃきついんですよ。で夜も、まあ、元々旅行前興奮して寝れないから結局寝れないことが多いんだけど、5時ぐらいにベッド向かって寝ようとしたんだけど全然寝れなくて、6時ぐらいにちょっとこう眠りに入り、まあ、7時になったら起きないといけないじゃん。7時になって起きてで準備して空港に来たみたいな感じです。20分ぐらいでボーディングタイムなので、乗って寝て2時間ぐらいでミラノまで行きたいと思います。ちなみに、空港がめっちゃ近いので9時40分デパーチャーで9時10分ボーディングタイムだったんですが、ゲートに来る時間ねだったんですが、8時半に到着しました。でも10分でセキュリティ超えられたので、あと30分あるっていう、すげえちょうどいい、むしろちょっと時間持て余してるみたいな感じです。めっちゃいいね、やっぱりロンドンシティ空港。まあ、もちろん心配な方は前もって早く到着してた方が間違いないです。2時間前とかね、推奨してる場合があるので航空会社によって必ず確認してください。あとは自己責任で、乗り遅れても自己責任でお願いします。はい、じゃあちょっと20分ぐらい待ってゲートの方に行って飛行機に乗りたいと思います。今気づいたんですが、なんと、座席のすぐ横に USB の充電とコンセント、しかもイギリスパターンとヨーロッパパターン両方ついてます。すごくない？やっぱり別にラウンジでも何もなく普通の椅子にこれついてるっていう、めっちゃいいね。まあ、ついてる空港もあるけど、これはめっちゃいいわ、すげえ嬉しい。そこね、全部の座席についてます。全部っていうか一行機か一行機ぐらいの感じでついてます。すげえいい。 GoPro で撮ってるので遠くて見えないかもしれませんが、今8時50分なんですが、フライトのゲートは決まってなくて9時5分頃決まると書いてあります。フライトは9時40分。まあ言うても空港の中めちゃくちゃ狭いので何の問題もないと思います。ゲート出ました。24番ゲートだそうです。で今から向かいます。全然人の気配がないんですが、
ゲート24はこちらということで向かってます。一番奥かな24は。なんでもしかしたらかすかに見えてるけどあれかもしれないね。機体は今回乗るのはこちら、BA の7303番9時40分発です。今から乗ります。自分の席は21の C という場所です。今回の席は21の C です。広いね座席が。奥深く座ると拳2つ分ぐらい余裕であります。こんなに広いんだ。ちなみに今回乗るのは190SR っていう機材なのかな。かかるかなと思ったら実質1時間半ぐらいで到着しました。がっつり寝ようと思ってたんですがご飯食べてフラフラしてたら到着しちゃいました。めっちゃ近い。人生初のミラノです。やばいね。初ミラノです。そろそろ降ります。Goodbye.着きましたミラノです。めっちゃぬる、めっちゃぬるいっす。ブリティッシュエア最高。入って速攻プラダの報告がありました。さすがや。そして、イミグレは結構並んでたけど10分ぐらいだったかな。10分ぐらい待って、パスポート出したらページ開いてノールックでスタンプをしてた。やばいね。で今から外に出て市内の交通機関を探します。はい、こんな感じでね、ミラノまで飛んでみました。ちょっとまとめみたいな感じで後撮りをしています。だいぶね動画撮った時とは髪の毛も伸びて全然別人みたいな、見栄えになっていると思いますが、パッパパッと喋っていきます。今回は、ブリティッシュエアウェイズ、ブリティッシュエア、ブリティッシュエアと言ってましたが、ブリティッシュエアウェイズが正式名称で、ブリティッシュエアウェイズに乗ってロンドンからミラノに飛んでみました。日本ではやっぱりブリティッシュエアウェイズ乗ろうと思ったら日本 UK ぐらいしか多分ないよね。からそんなになかなかチャンスがなかったりするんですが、まあもちろんイギリス初であれば、もしくはイギリス国内とかであれば結構乗るチャンスはあると思うので、ぜひ乗ったことない方試してみてはいかがでしょうか。乗ってみた感想としては、2時間弱のフライトだったけど、もちろんエコノミー席だったけど、あのパンとかねドリンクとかは無料で出ていました。味はまあよくあるあまり味のないサンドイッチみたいな感じだったかな。であとは座席の広い感じはすごい良かったです。で話はちょっと変わってしまいますが、旅のリアルタイムの情報はちょっと遅れてしまうので、リアルタイムの情報を知りたい方はぜひインスタやツイッターフォローしていただけると幸いです。アカウントはこちらアットマークアキラアンダーバー CA アットマークアキラアンダーバー CA でやっています。このチャンネルではね、旅を基本としつつヨーロッパの住み方だったり暮らしだったりっていうのをいろいろ発信していくので、ぜひチャンネル登録しない方はチャンネル登録もしていただけると幸いです。このイタリア旅行自体は、あと3、4本ぐらいかな。何本になるかまだ作ってみないと分かんないんだけど、まだまだ続くのでぜひそれも楽しみにしててください。もし何かコメントだったり動画に対してリクエストあればぜひコメント欄で教えてください。あと必ず忘れずにいいねもいただけると幸いです。こんな感じかな。では次の動画もご期待ください。ではまた、ボンビアジュー、バイバイ。